皆さんこんにちは、三浦 TV です。今回は妖怪ウォッチバスターズイカカモネ議長ですね。本当はこいつら倒してあるんだけど、セーブしないまま電源を切ってしまったんで最初に戻ってしまいました。まあいいや、これは後でねクリアするとして、今回はイカカモネ議長レベル45か。釣られたローマルたちがレベル30なんで、いきなりレベル15も上がってんね。さあ手形を使いたいんだけど、手形が一個もないんで、普通のね、何も手形を使わないで行きたいなと思います。でうんちくま、だいたいね今までの敵は5分ぐらいで決着がついてしまってるんで、今回はもうちょっと楽しみたいんだけど。あ、イカカモネ議長ってこんな声だったっけ。懐かしい。おし、じゃあ行くか。イカ、ちょい待ちちょい待ち、あいつどこにいるんだ。上か。ちょっと向こうの方から来てほしいな。あ、ちょっとアイテム多分そんなに苦労はしないと思うけど、めちゃくちゃ強かった時のために。あ、ロケットパンチいいね。よし、じゃあこっちから行ってやろうか。レベル45ということは青鬼と同じぐらいの強さってことかな。まあ、さっき見たら黒鬼がレベル55だったんで、黒鬼よりはそんな強くない。でもなんかこいつ、ああやっぱ、あ、ちょなんかやばそう、やばい。このドラゴンボールみたいな技どうにかなんないかな。あ、ちょっと待って、お前弱くないか。あ、嘘、ちょっと全然と手応えがないんだけど。そうか、まだ続きがあるのか。そうか、こいつ第二形態があったんだ。いやちょっと待って、なあ、ああ体力全開しやがった。ちょい待ち、うわ、なんだ今切ったね。ああ、まぜ、あ、食らった。あ、どうなった。あ、今の技を食らうと混乱するのか。ちょっと待って、あー、危ねえ。ちょっとお前の後ろに鬼玉があるんだよ、どけよお前、どけよ。ああ顔が赤くなった。まずい、あー、くそ、ザコが来た、逃げよう。うわ、来たね。うわ、あともうちょいか。あー、くそ、食らった、動けねえ。あ、倒した。あー、倒せた。あ、これは第一形態の時の鬼玉だ。あ、これで150なんだね。そっか、最初戦った時ものすごく弱いからどうしようかなと思ったけど、第二形態があったのか。ここどっから取るんだよ。あ、こっからだね。そっか、じゃあこの後戦うのは鬼食いか。鬼食いはね、一度戦ったことがあるんですけど、全然歯が立たない。このね、最強のうんちくまで戦っていたんですけど、全然歯が立たなかったんですけど、大丈夫かな。あ、出口。もう出ちゃおうかな。もう出ちゃおう。なんかアイテムがあって、これはなんだ？あ、隠れるやつね。あ、まあ取っても意味ねえんだ、もう。もう随分遠いな、出口。
あ、鬼玉がたくさんある。ちょっと取っていこうかな。うん、うん、今回は結構鬼玉取れたな、うん、まあ時間あるんだけど、まあいいや、もう出よう。そこまで。なんだろうな、うんちくま攻撃力がありすぎなのかな。決着がつくのが早すぎるんだけど。うん、なんだろう。お、金、これは期待できる。あ、神経験値玉。イカカモネの鬼ガシャで出てくるアイテムってそもそも何だったんだ。ニョロロンの学園ガシャ、あ、ニョロロンの楽園ガシャ、全然関係ないやつが出てきましたけど今。はい、イカカモネ議長レベル45なんだけど、鬼食いがレベル、あ、違う違う、これ鬼食いがレベル50なんじゃなくて、レベル50から推奨ってことか。なるほど。こいつがね、鬼食いがめちゃくちゃ強かったはずなんで、ちょっと勝てるかどうか自信ないんですけど、次回はこの鬼食いと戦っていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。